はい、今から、大根と人参揚げボール、大体 400g を、煮ていきます。まず大根と人参は、電子レンジで6分加熱します。80g あたりで砂糖 3g、 醤油 5g 使います。 400g なので、5かけで砂糖が 15g、 醤油が 25g 使います。砂糖 15g です。はい、醤油 25g です。無塩だしを、5g、1本使います。おでん昆布を、4つ、10分間水で戻します。6分間、大根と人参を電子レンジで、ボイルしました。今から煮ていきます。電子レンジで、チンした大根と人参、水で戻した、結び粉、揚げボールを、入れて、お水を、ひたひたになる程度、無塩の、粉末の、だしを入れます。砂糖、醤油を入れて煮ていきます。
今煮てから5分40秒ぐらい経ちます。煮始めてから11分過ぎました。だいぶ大根に色がついてきてます。煮始めて14分ぐらい、だいぶ煮汁が、少なくなってきて、大根に染み込んできてます。煮込んでから17分ぐらい経ちました。まあ、これぐらいで、完成ということで盛り付けます。盛り付けます。はい、完成です。